1600点を超えてホワイトハウスにまで招待されるぐらいの人気アーティストになったんですが、そのおばあちゃんが晩年に残した言葉っていうのが僕大好きで紹介させていただきます、はい、こちらです。はい、私の人生はよく働いた一日のようなものでした。自分でもよくやったと思いますし満足しています。人生とは私たち自身が作り出すもの、いつもそうでしたしこれからもそうなのですっていう、この私の人生はよく働いた一日のようなものでしたっていう言葉に全然悲壮感がないじゃないですか。でももうなんか絵に現れてますよね。そうなんです。金子さん高い言葉だし、でもこういうふうに人生の最後に言えたらいいですよね。そうなんですよ。